さあ、ここからがハイライトだ。人の心ない変身アイテムに対する、ネットの反応をお送りするよ。大気音とか完全に悲鳴なんだけど、これすげー悪の敵が使ってくるやつだろ。一体何ぞうの悲鳴なんでしょうね。悲鳴あげる変身アイテムなんて本当に悪いやつだよな。なあ、ヒゲ。そもそも変身者はともかく、開発者はまだ昌磨の味方かどうか怪しいし。なんかストマック家と繋がってましたとか言われても不思議じゃねえな。なんでグラニュートの臓器持ってたんだろうな。ガブの力になるために生まれてきたのに、よくわからん機械にセットされて力を抽出されてしまうチョコドンくん。これよ。ナチュラルに拷問まがいのことしてて草、いや草生えないわ。やっぱり電気椅子じゃねえかこれ。扱いが完全にラットの電気実験で笑う。人の心とか。加圧して電気を流すのはまあわかるよ。変身アイテムが無機物ならな。響きは平成のアマゾン、ガブは令和のアマゾンズ。必殺技音声が明らかに想定した挙動のそれじゃない。グリップ握ったままロック解除ボタンを押すとこうなるぞ。本編でこれやったら声もなく落ちてそう。まさかそのまま焦点。焦点で済まないだろこれ。赤ガブはご地蔵の着脱が容易なのに対して、バレンバスターはおもちゃでも力ずくで抜こうとすると、ご地蔵の方が先にバラバラになるくらい強固に固定してるのいいよね。コフィンって缶を蹴って意味なんだよな。マフィンみたいな焼き菓子の親戚だと思ってた。やってることが大体遊戯王のこれ。いや、缶オケといい電気椅子といい処刑台じゃねえかバレンバスター。しかもこんなことしてスペックめっちゃ低いのひどくない。昌磨に食われるのは眷属として本懐なのでオケ。電気で無理やり従わせるのはただの拷問なので NG。これ、ご地蔵だからかわいそうと思うけど、人間で例えたら爪を引っぺがしてそこから電撃をじじじ。ってやってるようなもん。万力で頭締めつけて、脳汁絞り出しながら電流流してるようなもん。強めに重量かけられながら電気ショックかもしれない。きちんとその上とどめも刺すぞ。多分こいつの系譜だよこれ。無理やり力を引き出すってことならこっちかな。でもそれアイテムは残るからな。生き物の命を絞るのと、無機物の力を無理やり取り出すのだと前者の方がやばいかな。悲鳴を上げる組み合わせなら、スクラッシュドライバーとクロコダイルクラックフルボトルもそうだな。これ今後ガブから正式に借りることになっても、ジョコゴチが拷問されるのは変わらないんだよね。バレンバスターこそドレッドライバーに近いな。ガッチャード勢ガブ勢の変身見るの気まずくない。ご地蔵はケミーと別物とはいえ。これ本来的ロボットが非道な兵器とかで使ってくるタイプだろ。近年のトレンド、かわいそうかわいいを取り入れる子供向けおもちゃの鏡。万が一ハンティがチョコのご地蔵に愛着湧いてしまったら地獄。そんな変身アイテム。これ現状昌磨がチョコ食べないと変身もできないよね。マットのことだから心がない人工ご地蔵くらい作りそうだけど。側だけチョコ丼のやつが量産されそう。動きも機械的な感じで。画像は今適当に作った。バスターとドライバーはセットなんだよ。それで合体するんだ。ソースは筋肉マン。ドッキングは、それに耐えられる訓練をしておかないと下側の負担やばいんだよね。ご知略助かるとか言われ始めるのかな。ガブかバレンか新ライダーか、誰が先にご地蔵に優しい仮面ライダーになれるか。もしかしてバレンのスペックが低いのって、ご地蔵から無理やり力を引き出してるからなのか。そこは元が人間だからってだけじゃねえかな。考えすぎは良くないぜ。チョコ丼の宿が号泣なの人の心ってなった。宿ハックから取ってるのかも。仏教だと宿は生老病死で構成されているというが、さて、かわいそうなら掘れ、これ食べなよ強くなれるぜ。宇宙を誕生させるな。食べすぎなければいいだけよ。チョコレートだけに溶けてるような強化形態とか出てきそう。滅相もない。このようにチョコ丼もウォーウォーとノリノリで変身に同意してくれて。それ悲鳴だろ。リズムよく電流流してるだけですよね。セミに電流流して無理やり泣かせてるだけですよね。絵面がポップなだけでハンターハンターのポックルなんよ。究極的には昌磨からしても消耗しちゃう存在だけどさ、もうちょっと絵面がこうなんかあるだろ感ありすぎて。でも、ライダーシステムの関係上そうでもしないとパワー引き出せないのが地獄。でもさ、昌磨も赤ガブでご地蔵ちゃん咀嚼してるじゃん。叫び声上げてホームチェンジじゃん。
初期フォームでこれって強化形態どうなるんだ。こんなん G4 に組み込まれた超能力者と同じやん。ボーボボの食品キャラへの侮辱描写、トリコの猛獣食材への侮辱描写、この辺思い出した。拡張性からして去年のバルバラッシャー枠な気がするから、年明けくらいに他の変身アイテムに乗り換えそう。そういえば翔馬くんにはガブ増設手術が行える王子さんがいましたよね。確か変身ベルトガブって上顎部分を取り外すことができるんだっけ。そうなると、ガッチャードライバー同様に変身ベルトガブをベースとした新ベルトとかできるんじゃ。来るか、青ガブ。ハンティが人間やめていく。まだわかってないようだな。いいか、お前はグラニュートの器官を移植した時点でもう人間じゃないんだよ。だからお前は同族を殺したに過ぎない。エボルトを、チョコドンパキパキ。これ目欠かしたチョコ団子地蔵の声にしか聞こえない。というか、来週ハントがチョコレートくんを、イヤダーと悲鳴あげてるんですが、チョコレートくんはイヤダーで、ショウマにチョコレートくん呼びされてダセーってなってる。ほっこり描写説を押すぞ。強化フォーム来たらもっとひどい絵面になりそう。さらった相手を苦しめているという点だけ見ると、ショウマの親父と大差ないんだよな。ハントは応援できてもバレンが微妙に押しづらい理由。どうすんだよこの設定という気持ちと、かわいそうなご地蔵には一切言及せずに終わったら面白いなという気持ち。摘出してもらおう、な。もう後戻りできないから。もう一回あの手術受けろってのかよ。本人が止まらないんで無理っす。これ令和の照井になったりする。菅がシュラウドならいいね。健康面だけで考えても、多分もう変身しない方が良さそうな人。人間を辞めるのと戻るのがそんな簡単にできんのかよ。この段階なら簡単にできたってパターンはありそう。この段階でならの話だけど。ハンティの体が取り返しのつかないことになったタイミングで、あの時ならどうにかできたとか言うやつじゃないですか。菅、彼の体を元に戻してほしい。確かに初めて変身した時あの時だったら、まだ取り返しはついたかもしれない。しかし、変身を重ねるたびに君の体はどんどんグラニュートに近づいてきている。まあつまり元に戻ることは不可能だ。こんな展開が中盤にありそう。怒り狂う判定に目もくれず実験しながら言ってそう。所詮で師匠の仇討ちを完遂し、頼れる先は復讐心を利用する菅で、挙句の果てには師匠の死体を持ち歩いて死に顔をいつでも見れるときた。判定のブレーキが丁寧にぶち壊されていくのを感じる。なんなら育ててくれたおばあちゃんも死んでる。自分が張り込みに行けば師匠は助かっていたという負い目。これ視聴者が背景考えて、ハンティの心をおもんばかって勝手に暗くなってるけど、日曜日に案外明るく振る舞ってドライに敵を倒すバレンが見られるのかもしれない。いや、でもそうであってほしい。絶対仮面の下ドロッドロのやつ。まあ次回予告で翔馬と談笑してたあたり、普段は明るく振る舞いそうですね。このまま行くから見守っててください。自分でもこれからどこに行くのか分かってなさそうだけど、後戻りはできないから進むしかないんですね。止まるんじゃねえぞ。さすがに止まれ。一度師匠の、危ないことに首を突っ込んでほしくないという言葉で踏みとどまったけど、それでも復讐を選んでしまったからもう止まれないんだ。3話時点だと親の仇見つけたらどうする、という問いに分からないと返していたという前振りが効いてる。翔馬もだいぶ危ういとこあるけど、ハンテは直球で破滅を感じる。今の姿見て師匠が喜ぶかねえ、的な方向性で曇りそう。遺品に話しかけるみたいなシチュエーションあるけど、死体持ち歩いて話しかけるのは初めて見た。大好きな母親からもらった体ボロボロにしてんの結構辛い。君の体がそうなったのは私の責任だ。だが私は謝らない。多分体おかしくなってもハンテは怒らない気がする。問題はカラキダハント改造作戦の方なんですけども、まあ戻ってきて好きにしろよって言っちゃった時点で何があっても文句言いませんって。契約書にサインしちゃってるようなもんだからね。ハント、一回バイタルサイン消えた疑惑あるからな。死体が歩いてる状態じゃなきゃいいが。ショウマもだけど、変身するたびに体に負担かかってそうで怖い。ショウマ、人間とグラニュートのハーフ、専門技師による改造手術経験あり、赤ガブの力を 100% 引き出せてるわけではない。ハント、純人間、局所麻酔のみで人材の器官を体内に移植、
バレンバスターに改善の余地あり、身体に負荷がかかってる理由としては多分この辺かな。菅さん、グラニュートの体内機関持ってたってことはどこかで死んだグラニュートから取り出したってことなんだよな。本当に急遽作ったライダーシステムのせいで体がボロボロになることあるんだ。まあ確かにアマネちゃんもはじめもいるが。師匠は危ないことしてほしくないって言ってたけど、復讐しないのはやっぱ無理だ。